日本静岡県熱海市初島初島は、静岡県熱海市に属する島。伊豆半島東方沖の相模灘に浮かび、静岡県の最東端でもある。古い文献などでは波島、丹島、初育島との表記もある。熱海市本土から南東に約 10km の位置にあり、人口193人、114世帯である。住民のほとんどは、島の北部に位置する。 宮の全地区に居住している。西北西から望む、初島港初島の海岸。島の周囲は、このような五郎田浜である。初島は、火山島が活動を終え、侵食されて海中に没し、その後に隆起してできた島と考えられている。最高地点が33.5メートルと平坦で、これは波によって削られた海底の平坦面が隆起したことによる、島内には、 数段の隆起団球があり、1923年の関東地震では1.8から2メートル隆起しこれが最新の隆起となる。島内から縄文時代の遺跡が発見されており、古くから人の居住があったと考えられている。島に関連する伝説としては、三宅島の身分家、三宅家に伝わる三島大明神系の島海神話と、 地元の初期神社と伊豆山の神社の起源に関わる、初期姫神話などがある。初期神社は元来、地理的に、近い矢印の青を収む小神社の高杉家が神主を兼ねていて、当家には、鎌倉時代以前の作と推定される初期神社のご招待も伝わっているが、現在は神話によるつながりが深い、伊豆山の神社によって神人が行われている。鎌倉時代には、 源の佐友が二所詣で伊豆山の上社に至る。途中に、箱根路を和が越えくれば、伊豆の海や沖の小島に、波の夜見ると読んでおり、風光明媚で知られていたことが伺える。明らかな記録では、南北朝時代の観能を2年に18個の家があった。古くから島の産業は、漁業と農業で、減損する記録では、天明2年に、江戸の魚市場に魚を売った、記録帳がある。 江戸時代から、島内の個数は41個前後で天保元年に41個との記録があり、この個数が現在まで続いている。島内の工作地や生活用水が限られることから、次男以下は島を出て、男子がいない場合は向こうを取り、41個と一定の人口を維持するという慣習があった。島内に由来がある家系ではこの慣習が受け継がれて、北が、 1980年代以降では、長男以外のものが後継ぎになる例もある。島の生活は共同体であり、工作地や漁獲は当分に分けられていたという。江戸時代中期以降は熱海が温泉場として発展したが、初島は長らく沖の小島として、旧来の姿を守っていたと考えられている。幕末の混乱期には一時期、伊庭八郎がかくまわれたとの資料がある。 明治に入り1881年に熱海までの県道が通じ温泉場として発展するとともに、初島にも徐々に海明の波が及び1886年10月には熱海神城小学校初島分教場が開校している。1913年1月24日に幼少の昭和天皇が郊外学習で海軍の水雷艇で来島し、植物採集をしている。 1921年1月には、よさの秋子が島を訪れ、初島気候という作品を書いた。その文中から未だ初島は観光地とは認識されておらず、古くからの集落によそ者が訪れるという趣向きであったことが伺える。1923年の関東大震災では、島が隆起し、と、1925年には、東海道本線が熱海まで開通し、 さらに1934年に丹那トンネルが開通すると熱海は一大観光地となり、初島への遊覧も増加していった。1959年3月25日、初島東大設置。1964年の東海道新幹線の開通とともに、富士急が初島バケーションランドを開業し、観光が一層盛んとなった。 1980年、簡易水道の海底送水管が整備され、熱海市宮川浄水場から最大に治療1000立方メートルの送水が可能となった。1993年8月に、初島クラブ開業。2000年にリゾートトラストが、エクシブ初島クラブとして事業継承。1997年3月、初島小中学校が新校舎のログハウスへ移転。 7月には、ペルーのアルベルト・フジモリ大統領、橋本龍太郎首相が来航。2006年、初島バケーションランドが、初島アイランドリゾートとしてリニューアル。2007年3月28日、初島灯台を、三冠灯台として、一般公開開始。2020年4月7日、初島港の定期船待合施設、島テラス初島開所。 初島クラブ開発前の初島国土交通省国土画像情報をもとに作成初島アイランドリゾート編集1964年に富士急が初島バケーションランドをオープンした高度成長期のレジャーブームで東京から日帰りで行ける島として人気を呼びピーク時には年間15万人の来場者があった近年は施設の老朽化もあり集客力が落ちていたことから 2006年に全面改装し、プールやスパ、キャンプサイトを備えたアジアのビーチリゾートをイメージした施設となった。面積は7万3000平方メートル。エクシブ初島クラブ L 字型の建物のため、写真の部分の3倍程度の規模がある。初島クラブ、編集1989年にバブル景気から空前のリゾートブームとなり、不動産、 リゾート開発会社の日本海洋計画が、初島クラブというリゾート施設を建設する計画を立てた。それまでにも開発計画や土地買収の話が相次ぎ、1945年には島に住む41個、すべてが当該の資本には土地を売らないという制約書を取り交わしていたが、初島クラブの計画は島民が、 初島区事業共同組合を設立して10%を出資し役員になり土地は賃貸するというものであったため開発が実現することとなった。日本海洋計画にはサントリー、富士急、トヨタ、日本長期信用銀行、富士健康も出資していた。1993年8月に施設はオープンしたがバブル経済崩壊の影響から リゾート会員募集が順調に進まずに、当初から苦しい経営となった。1998年度には売上高は、目標額の3分の2となり、ついに経営が行き詰まり、1999年4月26日に、会社構成法の適用を申請し倒産した。その後、リゾートトラストの支援の下、新会社のリゾートトラスト初島となり、施設の名称も、 エクシブ初島クラブと変更され営業を続けている。初島クラブの倒産は日本長期信用銀行の破綻に大きな影響を与えたとされ、後に出資、融資を推進した取締役が告訴されている。初島東大初島小中学校定期船。奥は本土で左に熱海市街、右に箱根火山の山体。交通、編集富士急行が 熱海港からの定期航路を開設している。2019年3月までは伊東港からの定期航路もあった。島内にヘリポートがあり、ヘリコプターのチャーターも可能。東京ヘリポートから初島まで約30分。料金は3名で20万円程度。島内道路のほとんどが舗装されており、軽自動車を使う島民もいるが航路がカーフェリーでないので、本土から 観光客が自動車を持ち込むことは不可能である。デジタルテレビ放送、編集 AM ラジオ放送、編集 FM ラジオ放送、編集アナログテレビ放送、編集デジタルテレビ放送、編集 AMFM ラジオ放送、編集アナログテレビ放送、編集文庫本テレビ。ありがとうございます。